はい、どうもグリです。トリクルやっていきましょう。ということで今回は秘伝の書の集め方と秘伝の書を優先的に入れるキャラについてお話ししようかなと思います。まあ、完全にですね、独断と偏見になりますので、まあ、それでもよければ最後までご視聴いただければなと思います。それではいきましょう。はい、ということで能力数相当でいきたいなと思います。でまずですね、今回は初歩的なちょっとお話とかも入ってくると思うので、そういうのいらないよっていう方に関しては、まあ、流し見程度で見ていただければなと思います。で早速ですね、能力解放っていう機能が実装されてから自分が優先したキャラクターについてお話ししようかなと思うんですけど、当然ですね、その使う頻度が高いイコール能力解放したいだと思うんですよ。で使う頻度が高いキャラクターっていうのはやっぱフェスゲンだと思うんですよね。なので、フェスゲンをまず全部終わらせよう、でそこからガチャゲンに移行しようっていうのを目標に自分は秘伝の書を入れてました。でフェスゲンの中でもいろんなまあ種類があるんですけど、一応、2パターンあります。で能力数の穴の数ですね。例えばなんですけど、はい、ルフィですね。このルフィ結構まあ実装は後の方なんですけど5個穴が開いてます。で、これお正月追加されたルフィなんですけど、こっちの1周年で追加された方に関しては4つしか穴が開いてません。でフェスゲンでも結構4つ5つで穴の数が違ったりするんですが、自分の中ではやっぱり当然ですね、1個穴が多い方が当然その分能力解放できる能力が多くなるので、なので一番優先してたのはフェスゲンで5個穴があるキャラクターです。で今だとだいぶ環境変わってきてしまっているので、例えばですね、そのコラソンだったらハロウィン限定にはなるんですけどイベントが来てたり、ハンコックは決戦がある、でサボも決戦がある、でマルコもコロシアムがあると。で、まあ、キャベツ、シャンクス、あとは白ひげに関してはまあちょっと難しいかもしれないんですけど襲来があったりするんで、まあそこまでね秘伝の書入れなくてもいいかなと思うんですけど、例えば同キャラでもう来てるけど秘伝の書入れちゃってもいいかなって思うキャラクターがちらほらいます、自分の中で。はい、サボ、この方はですね同キャラも来てるんですけど秘伝の書でやっちゃってもいいんじゃないのっていうぐらいの性能を自分は持ってると思ってます。で船長としても序盤でね、例えばサボを引きました、で、船長として使っていきたい、で、能力解放5つも持ってると、でさらにエンハンスも持ってる非常に強いキャラクターなので、もう秘伝の書でやってしまってもいいんじゃないのかなと思います。でまあ、もう一つね理由があるとすれば決戦の難易度が非常に高いので、なのでサボは秘伝の書でやっちゃってもいいかなと。で、例えばですね、あともう一人挙げるとするとマルコとか、でマルコに秘伝の書入れちゃってもいいかなって思う理由に関してはいくつかあって、単純にも使用頻度がすごく高いんですよ。で高いっていうのも特訓の森で使うことが多い、で育成をするってイコール特訓の森をクリアしたいからっていうのも多分大きな理由だと思うので、そう考えると使用頻度が非常に高いんじゃないのかなと。で必殺技のこの回復もそうなんだけど、2ターンの間スロットエンハンスも持ってる、でかなりオールラウンダーですね。エンハンス持ってて回復もできてっていう、なので、まあ、5穴っていうのもあるんですけど結構優先順位は高いんじゃないのかなと思います。まあ他に関してはですね、結構まあサボ、まあマルコ、あとまあコラソンもそうですね。コラソンはもうハロウィンのイベントでしか今来てないので、コラソンも全然秘伝の書入れちゃってもいいんじゃないのかなと思います。結構耐久としてね、特訓の森で使えたりするので、はい。で、あとはまあフジトラ、この方はですね同キャラがいないっていうところも含めてフェスゲンの中で一番優先順位は高いんじゃないのかなと思ってるキャラクターです。まあすごくね船長として使ってる方多いと思うんですけど、やっぱりね 1.5 倍体力に 1.5 倍乗るっていうところで耐久ができる船長って非常に使えると思うんですよ。でまあキャベツ、襲来キャベツとかに関してはねスロットを封じられてしまったりするんでちょっとねうんっていう感じなんですけど、まあそれ以外のところでは非常に安定感を持つ船長なので、まあフジトラを持っててまだ解放できてないっていう方は優先的にやってみてもいいんじゃないのかなと思います。はい、
で、ここら辺からも4つ穴の解放になってくるんですけど、赤犬だったりとかね、その辺に関してはもう決戦でできるしっていうところで、まあ、序盤の方はですね、赤犬決戦もなかなか難易度高いので秘伝の書入れてしまってもいいんじゃないのかなとは思うんですけど、まあ、一応4つ穴っていうところで優先順位は低いかなと。はいはい。でここからはガチャゲンになってくるんですけど、ガチャゲンに関しては結構ですね、こうやってパッと見ると同キャラでもう実装されてるキャラクターが多いんですよ。で、それは全部省きます。で同キャラで実装されてないものだけちょっと紹介していこうかなと思うんですけど、まずですね、綿飴振ってあるキャラに関しては結構優先順位は高いです、自分の中で。この方、はい、エリザベローですね。エリザベローも優先順位高いんですけど、まあ、自分が使うとすればやっぱ森になってくる。だからマルコと同じ感じですかね。マルコもやっぱ森で使う頻度が高いので優先順位は高かった。でそれと同じ感じです。なので、この必殺技要因ですね、まあ、20ターンって書いてあるんですけど、さらにもっともっともっと貯めると、綿飴が振ってあれば 7,80 万ぐらい全体に与えることができるので、非常に強力な船員として使えるかなと。なので、能力解放は結構もう出たすぐに解放したかなと思うんですけど、で、次この方はですね、正直優先順位としては低いです。まあ、これもね理由があるんですけど、なんでかっていうと船長効果見ていただくと分かるんですが、あの一味にあの倍率が乗るんですよ。だからその条件がないので自由に編成できるんですよ。なので先ほども言った通り、能力数が5個の穴だったりっていうのを船員に入れてしまえば、別にこの方が解放してなくても船員で解放ができてしまうので、正直そこまで優先順位は高くないです。まあできる方はやっていった方が、船長としてね使うことも多いと思うんで、フレンドさんのためにみたいなね、優しさで解放するのもいいかと思うんですけど、まあそんな感じです。で、次、まあ、この辺クロコダイルとか黒ひげとかいるんですけど、まあ、これに関してはもうイベントでできるの で、比較的難易度も低いかなと。で黒ひげも決戦はだいぶ難易度は低いので、決戦でやった方がいいんじゃないのかなと思います。でモモンガだったりとか、その辺も全部バスターコールだったりとか、あとおつるさんのイベントも来てるんでね、そういったところでやればいいんじゃないのかなと思うんですけど、技属性で言うと、この方ダルマはね、ゲリラだったりとかそういったところで使えたりするんですよ。で、これね、極端な話してしまうと、もう筆談だけでも終わらせときたい、ひっつがむしろね、筆談が全部ついてればいいぐらいなレベルです。なんでかっていうと、船長効果この4ターン短縮っていうのをうまく使って、すごく早くゲリラが回れるんです。でさらに筆談を2レベル2までつけておくと、さらに2ターン短縮されるんでっていうところの理由で、解放は筆談だけはとりあえずつけとこうみたいな感じで解放しました。なので、まあ、優先順位としてはそんなに高くないけど、まあ、解放しといたら結構便利なんじゃないのかなっていうキャラクターです。で次ラフィット、この方は船員として非常に使えます。必殺技がねすごく使えるんですよ。4ターンの間1ミのスロットによる攻撃ダウン、を無効化してくれるんです。で無効化してくれるプラス、これね、最初の封じ船長効果無効状態2ターン回復、これも非常に使えます。で8ターンで打てるんでね。で最近能力解放がマックスレベル3封じ船長ついてても5ターンやってきたりとかするキャラクターが多いので、そういうところで弾いたりする要因としてラフィットは使用頻度が高いんじゃないのかなと思います。でこの船員効果も、ね、強いですよね。船長が野心タイプなら1ミの攻撃が100プラスされるっていう、これも強みではあります。なので結構早い段階で解放してました。はい。で、即属性ドフィーですね。ドフィーはもう決戦でできるんで、もう決戦でやりましょう。はい。でですね、タシギもね結構使用頻度が最近高いんですよ。ゾロッパとかでね使えたりするので、まあタシギはでもイベントが来てるので、そのイベントでやってもらえればいいんじゃないのかなと思います。で、即属性結構ねこうやって見ると同キャラでも実装されてるキャラ多いんですが、実装されてないもので言うとオーガーで、この方もですね結構射撃パーティーで使用頻度が高いキャラクターになってるので、結構当たってすぐに解放しました。で、必殺技がですね、スロットの変換
と1ターンの間射撃タイプキャラのスロットの影響をかなり大きくすると。でこれがですねすごく強いです。で今まで見ていただいてると分かると思うんですけど、自分の解放の優先順位っていうのはスロットの影響を大きくするエンハンス、あとは属性の攻撃力を何倍にするってエンハンス、あとはスロット変化、あと遅延です。この4つを優先的に解放してます。はい。で心キザルはね決戦で来てるので、まあその決戦でやってもらったらいいんじゃないのかなと思うんですけど、キザルもねかなり優秀なんで、できる方は早めにやっといてもらった方がいいんじゃないのかな。で、あとはですね、はい、モネですね。で、モネは遅延を持っていて、遅延中の敵に対して与えるダメージが2ターンの間 1.25 倍で、これねなかなか優秀です。で、10ターンで打てる。で、さらに言うと同キャラが確かいなかったので、秘伝の書で解放するにはもってこいのキャラかなと思っております。自分はですねガチャゲンをフェスゲンが全部解放終わって、ガチャゲンじゃどれにしようって言った時に結構優先的に解放したのがモネだったので、はい、結構優秀ですね。で今回の目玉って言ってもいいぐらいのキャラクターなんですけど、セニョール、この方はですね絶対やった方がいいです。うん、今でも現役で使ってるんで、使用頻度が非常に高いんですよ。自由パー、そのルフィのパーティーにも入ってくるし、さっき言ったそのサボのパーティーにも入ってくるし、で心のシャンクス、刻印のシャンクスにも入ってくるし、心パーティーにも入れられるしっていうところで非常に役立ちます。この方マックス14ターン、自分のスロット心に変換1ターンの間1ミリのスロットの影響をかなり大きくすると。で、8ターンの場合でも 1.5 倍のスロットエンハンスは持ってるので、この方はすごく小回りも効くので便利です。で、さっきモネでも言った通り同キャラがまだいないんですよ。なので、まあ、今後ね多分追加されるとは思うんですけど、今まだやってない方に関しては結構優先順位は高いんじゃないのかなと思います。はい、そんな感じです。で、あとここバット200並んでるんですけど、毒球、これもねスロット変換要因ですね。斬撃打突の、お邪魔連肉スロットを持続性スロットに変換できる。自称スキル持ってるんですけど、まあでもこの変換を4ターンで打てるのは非常に強みなので、解放優先的にやってもいいんじゃないのかなと思います。はい。で、肉を取得した際体力を追加で150回復する。はいはい。次ですね、ムッヒ、この方もですね自称スキル入っちゃってるんですけど、1ターンの間遅延中の敵に与えるダメージが 1.5 倍で、強靭タイプキャラのスロットの影響がかなり大きくなる。で、これまあ2つですね、このエンハンスを持ち合わせてるのですごく強力なんですけど、一応そのさっき言った優先順位、4つ優先順位言ったと思うんですけど、さらに言うともう1個大事な部分があって、本が実装されてるかされてないかだと思うんですね。結局ターン数が重いキャラを解放したところでっていうものもあるので、なのでまあ無比解放はしてあるんですけど、正直序盤ではそんなに優先順位は高くないかなと思います。はい。で、次、まあ、この方もそうですね、うん、深星、動画上げたばっかだと思うんですけど、まだ本が実装されてません。で、ブルック、新生ブルックと同じような必殺技を持ってるのでめちゃくちゃ強力なんですけど、まあ、16ターンっていうところで、まあ、使うか使わないか微妙なラインなので、優先順位はそこまで高くないけど、キャラクターとしては非常に強力なのでやっておいて損はないんじゃないのかなと思います。まあコンボ数が7っていうのは、ね、ちょっとうんっていうところはあるんですけど。で、ミホーク、ミホークはね決戦でもうできるんで除外します。で、レイリーもね、レイリーは本当に、そんなに優先順位は高くないかな。まあ超進化待ちかな。はい、すいません。で、次、あとはね、地属性は鬼雲、鬼雲はね秘伝の書でやるのはちょっともったいないけど、やってもいいぐらい強い、すごく推してるキャラなんで。で、どうしてもねバスターコールと、あとはおつるさんのレア枠で出てくるので、結局だからそんなに秘伝の書で入れる必要ないんですけど、自分の中では秘伝の書でやっちゃってもいいぐらいな性能を持ってますっていうぐらい強いです。はい。で、あとイワンコフとかもいるんですけど、まあイワンコフは決戦でできるし、ブルックもそうだね、ブルックも強いんだけど、まあいろんな、今ねちょうどスペナン来てますし、うん、
あとはまあルフィイベント、ルフィの麦わら一味のイベントもいっぱい来るんで、まあそれでやればいいんじゃないのかなと思います。で、あと結構序盤で秘伝の書で解放したキャラで、未だまだ確かスペダンとかでも来てないキャラだったと思うんですけど、ベルゴですね。ドンキホーテ海賊団で結構維持層のキャラ多いですね。モネもそうだし、セニョールもそうだし、まあ今後おそらく来るんだろうとは思うんですけど、この方もですね、あのログルフィを使った時に、あ、この人解放しようと思ってやりました。瞬間火力がすごく出るので、この方を入れると相手が心属性だったりするとですね、そんな感じです。で、あとはまあトレーボル、トレーボルも確か同キャラいなかったかなと思うんですよね。めちゃくちゃ必殺技は使えるんで、この方は地属性の中では優先順位高い方かなと思ってます。まあ見た目がうんっていう方もいると思うんですけど、はい、そんな感じです。で、ハルタ、まあ、この前までねスペダンでも来てなかったんで、ハルタはねすごい優先順位高いかなと思ったんですけど、まあこの前のスペダンで終わらせた方が多いんじゃないのかなということで、まあ省きます。で、あとはシリュウ、自分はあんま使わないけど、結局でも野心の火力要因としても結構使えるんで、まああとはやっぱ森の最後のボスですか、を一撃で吹っ飛ばすみたいな要因として解放しちゃってもいいかなっていう、優先順位としては中の上ぐらいですかね。はい。で、ゼオ、この方はすごい強いです。1ターンの間1ミのスロットを固定、パーフェクトのタイミングが優しくなり、チェーンケースを 2.5 に固定すると。で、この方は本未実装なんですけど、解放してもいいぐらいのターン数です。17ターンってね、若干まあ重いは重いんですけど、初期でこの17ターンは非常に強いので、本が来れば当然使う頻度は高くなってくるだろうしっていうところを見て、今解放しちゃってもいいんじゃないのかなって思います。はい、そんな感じです。で、最後に一応3個穴は全部紹介することもないと思うんであれなんですけど、一応言っておくと、例えばですね、どこ行ったかな、この方キャベツとか、はい、最後ね、ちょっと襲来の話をしようかなと思うんですけど、襲来キャベツ一応例に挙げてちょっとお話しするんですけど、これ結構ね質問いただいてたんですけど、襲来キャベツってやっぱり入れるとしたら2倍だと思うんですよ。2倍期間だと思うんですよ。で、2倍期間で入れると必殺技レベルの方が先に終わることの方が当然多いと思うので、そうなってくると解放が終わらない、解放が終わらないってなると、じゃあ襲来キャベツを必殺技レベル終わったのにまだ入れるってなっちゃうと思うんですよね。で、自分の中ではですね、正直もう必殺技レベルが終わったらやめていいと思います。で、なんでかっていうと、襲来キャベツなんかは特に、キャベツってフェスゲンキャベツの解放をしたいじゃないですか。だからフェスゲンキャベツの方にもう襲来キャベツを入れていいと思います。で、その襲来キャベツの方の解放に関しては秘伝の書でサクッと終わらせちゃうっていうのも手かなって思います。なので、襲来キャベツ、まず必殺技レベルが終わったら、次にフェスゲンの解放で、フェスゲンの解放が終わって、まだ襲来キャベツの解放が終わってなければ、襲来キャベツの解放っていう順番でいいと思います。そんな感じですかね。はい、ということで、まあ、今回はですね、ちょっとざっくり能力解放をしてるキャラ、まあ、優先順位なんかについてお話ししてみたんですけど、まあ、やっぱり能力数、その5個穴があるものを優先したい、でフェスゲンを優先したい、であとガチャゲンに関しては、最後まとめるとですね、遅延を持ってるキャラ、あとスロットエンハンス、あと属性エンハンスで、あと途中でもちょっと言ったんですけど、本が実装されてるキャラを優先するのがいいかなと思います。で、一応ですね、その秘伝の書を集める方法に関してはコロシアムも回るで、一番効率がいいと思っているものに関しては、これちょっとね今ちょうど来てるんですけど、はい、これですね、はい、復刻のコロシアムの方ですかね。で、2倍で回って、もうこれに関してはもう石とか惜しみなく使える方におすすめするんですけど、2倍でやっぱ回るっていうのが大事かなと思います。で、どこでやっぱね秘伝の書を集めてるんですかっていうお話結構いただくんですけど、ほとんどがもうコロシアムです。で、コロシアムじゃないとすると、決戦テゾーロとかでもね集めてたりしたんですけど、最近ではもう復刻のコロシアム
とかで全部集めてます。だからあの100冊動画とかねよく撮ってると思うんですけど、そういうのは全部コロシアム回ってあのちょこちょこ集めてたりします。そんな感じです。ということで今回は能力解放についてのお話の動画でした。まあ、だいぶね長くなってあのところどころちょっと紹介できないキャラもいっぱいいたんですけど、まあ、あのざっくりこんな感じでやってるんだなっていうのだけ分かっていただければいいんじゃないのかなと思います。他にもいろいろ動画撮ってますんで、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価もよろしくお願いいたします。それではグリでした。バイバイ、ありがとう。